Always Nonch TV。 はい、Nonch TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、 D Nonch です。よろしくお願いします。そして本日のお相手は、はい、ペースを落としてやっていこう、まこです。珍しい、普通上げるっていうさあ今回は、はい、テセウスの船、はい、第4話、はい、だんだんスピード感出てきましたね。ねえ、それ前回もおっしゃってましたけどなんかね、うん、でも前回からですよね、かなりガンガン来て、ね、であれでしたね、今回ゆうすけサンタマニアさん前回落とされたやつ、金丸刑事、はい、があれでしたね、うん、あんまり言わなかった。言った、うん、あらなんか予告でしか出てこなくなかった。いや、途中出てた、どんな感じでしたっけ、なくなっちゃったって言ってましたね、うんうん、なんかもなんかでもまあ犯人のなんかシーンとかなかったよね。ねえ、なんかね、なんか、うん、話としては面会した時のお父さんの口から、うんうん、あれですね、話されたことで、ではまあ実際は事故死ということになっていると言われています。うん、ああ、そうか。で、面会の時にまあ真犯人が落としたんじゃなかろうかという話にしてたんじゃないか、うん。なんかさ、中本浩二の、はい、死因が変わってたね。中本浩二。うん。あの人ほら火事かなんかでさ、死ぬ予想だったじゃん。ああ、うん、はい。あれが現代のあれだとさ。うん、あれじゃなかったね、あっちの。そうそうそう、どうやったね。だからそういうことがいっぱい起きてましたよね。うん、そうだよね、うん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 、ハット汁ってなんだかわかんないですけどね、うんうんうん、ジュースじゃなくてとか、うん、だからそのノートを犯人が拾ったからじゃないかとシンさんが推測してます。うん、俺のノートを拾ったから。そっかそっか、なるほど、うん、あとは、うん、お姉さんが、はい、すずさん出てきましたね、はい、大人お姉さんが、はい、誰さんでしたっけ、貫地谷しほりさんですね。え、貫地谷さんですね、うん、そうだそうだ、そうそう、貫地谷さんでもそんな年じゃないんだよね、全然ね、うん、あ、でも美魔女系ですよね、うん、まあ、美魔女っていうとお子さんいらっしゃることが多い設定だからちょっと違うのかもしれないけど、うん、すごく若く見える方ですよね、はいはい、そして結婚した相手が、はい、中村俊介さんに似てる、ね、うん、あれアライブ出てなかったけどなりましたからね。あの安藤さんっていうのはさ、あの役者辞めたりしてたよね、なんかね、途中ね、ありましたよね。でなんか音声さんとかやってたんだよね、うん、途中、それは存じなかったです。そうそうそう、面白い。で子供の頃くるくるで、また大人になってまだくるくるしてる、ね、ダメなさいね。いや、あのね、ツイッターで結構ね、やる、みんな言ってましたね。あ、そうなの、私ね、はい、なるべくレビューするものは人の意見を一切聞かないでからレビューしてたりするから、うん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 、あ、そうなんだ。僕今回はね、ちょっと、見ながら見てたんですけど、それを言うとさ、さつきさんのズラも変だよね、あ、そういうみさんのさ、もうちょっとショートとかさ、長くて結んでるとかの方が、でも怪しさを出したいんじゃないの、もうものすごく怪しさ怪しすぎるよね、どう見てもね。でも、はい、あの人はやっぱ違ったんじゃない、あれトラベラーじゃないんじゃない。あ、まあトラベラー予想はこれでは言ってないかもしれない、二人で話した時かもしれないんですけど、そうそうそう、さつきさんもトラベラー予想が私はあったんですけど、であの感じだと、うん、本人じゃなさそうだね。まあ、あんだけ怪しさを4話で出してきますからね。ねえ、ただ3話の時とかの職員室での会話では、うん、なんかすごくね、あなたは悪くないもんねみたいな、シンさんに言ってたね。なんかね、だから未来からとかなんとかとか、そのトラベラーで、シンさんがトラベラーであることはちょっと分かってそうなとこありますよね。あの元気があれば何でもできる。うん。1、2、3。まあ。だ。ね、一個突っ込むとこうとしたら、まあいいか。やったじゃん。はい。
あれはツイッター上で、はい、あんなに悲しい猪木はないっていう話題になってましたよ。あんなに悲しい123ダーはないってツイッター中が荒れてました。そっち、うん、あんな元気のない悲しい涙の出るあれはないっていうの話題になってました。私萌子としてはちょっとね、はい、面会でそれはいいのかというのがすごく、ね、気になりましたけど、あとね、うん、もう一個だけ最後ね、はい、言うと最後とかも後半に行きますね。あのゆうすけサンタマリアさんのオフショットで、はい、今北海道に来てました。あ、それ何で見たんですか？ツイッターで、北海道フォローしてる今日が、うん、あの子テセウスでほら調べてたらさ出てくる。で今北海道に来て今日初日です、はい、刑事役ですって言った後最後北海道はでっかいどーって言ってました。北海道はでっかいどーって言ってました。はい、そんな感じで、はい、もっと詳しくは後半の萌子チャンネルの方で、はい、語り合いましょう。はい、それではまたぜひ後でね見てください。ブンブンちゃん